こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今回は美容室に行ってお散歩しながら中秋節の月餅を探す、そんな様子をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。この辺りは商業施設がたくさんありますが、緑も多く歩道も広くて歩きやすく感じます。ただバイクが走ってくることもあるので注意が必要です。右側には日系企業の店舗が並んでいて、ここはソニー、こちらにはセオリー、GU、ユニクロといったアパレルブランドが入っています。日本と全く同じではなく、中国でしか見ない商品もあれば、同じ商品でも価格が 1.5 倍はするという印象です。日本での値段を知っている分、ちょっと高いなと感じてしまいます。そろそろ美容室に向かいます。今向かっているのが日本人の美容師さんがいる日系のサロンです。ローカルの美容室の方が値段が格段に安いのですが、技術の面と、そして何より言葉の面が不安で日系の美容室を選んでしまいます。たくさんある自転車は時間によって料金が加算されるシェアサイクルで、気軽に利用することができます。目的地が近づいてきました。オークラガーデンホテルの中にある美容室にお世話になります。このホテルに以前泊まったことがありますが、コンシェルジュの方が日本語で対応してくださり、皆さん感じが良くて気持ちよく過ごすことができました。現在正面玄関が工事中ということで、臨時の入り口から入ります。さすがしっかりしたホテルだけあって、落ち着いていて高級感があります。上海で日系の美容室に行き、日本人のスタイリストさんに担当してもらうと、カットだけで1万円前後が相場です。正直かなり高いですが、私は回数を減らしてでも日系の美容室に行こうと思っています。エレベーターで3階まで上がると、すぐに今日お世話になる美容室があります。日本人のスタイリストさんも多く、日本製の薬品やケア用品を使っていて、まるで日本にいるかのようでした。ホテル1階にあるカフェやロビーもとっても素敵でした。オークラガーデンホテルを出て南京西路駅へ向かって歩いていきます。その途中にお気に入りの湖南料理のお店があるので、晩ご飯をテイクアウトしていきます。以前ショート動画でご紹介したことがあるこのお店、上海在住日本人が選ぶ中華料理のレストランのランキングで何度も上位に選ばれています。私はこれまでに2度食事に来たことがあります。店内は結構広くてカジュアルな雰囲気、メニューには日本語表記がありますが、店員さんは話せないので指差しで注文します。無事に買うことができました。ここのお店のスペアリブが大好きで、毎回必ず頼んでしまいます。南京西路駅周辺まで来ると可愛らしい建物が増えてきました。この日はあまり人がいませんが、休日には多くの方が遊びに来る場所です。右側にあるこの建物は有名なのかは分かりませんが、人気なようで写真を撮っている方が多いです。ここはフィリップスとウェッジウッドのコラボだそうです。おしゃれなパン屋さんを覗いてみましょう。中秋節が近いので月餅が売られています。ここで月餅について少しご紹介します。中国では旧暦の8月15日は中秋節という祝日で、日本でいう中秋の名月の位置づけです。この日は家族で過ごすのが一般的です。その際に食べられるのが月餅で、中秋節が近づくとお店にたくさん並び、綺麗な箱に入っているものも多いです。お値段が結構高くて、見た感じだと1箱6000円前後のものが多かったです。自宅用というより贈答用がメインかもしれません。ちゃんと1個だけで気軽に買えるものもあります。月餅は地域によって様々で、代表的なのは表面の模様が綺麗な広東式、外側のパイ生地が特徴の蘇州式です。甘いものからしょっぱいものまで、中身も様々です。またカフェやベーカリーでも
独自の月餅を出していて、これはスターバックスのもの、8個で9000円とかなり高級です。個人的にはスターバックスに限らず月餅はあまり美味しいものではないなと感じました。南京西路駅の周りは建物が可愛くてお散歩にぴったりでした。今回はある日のお出かけの様子をお届けしました。観光地だけでなく、こういった日常の様子もまたお届けできればと思います。ご視聴ありがとうございました。